ちょっと位置が高いね。ありがとうございます。当たりました。じゃあ、届いたよ。ありがとうございます。表面ね、結構ね、でっかく住所が書いてあるから、ね、はい、ありがとうございます。ということでね、開けたいと思います。住所もね、ご迷惑かかっちゃうから、届きました。ありがとうございます。今日は何日でしたっけね ?1 月の、ちょっと忘れちゃったな。うわ、そのまま入ってる。はい。皆さんはイカちゃんさんを知ってますかね。あの女芸人の方でございます。ちゃんと事務所にいる方ですから。あの俺はさ、あのなんか、ドッキリで見たかな。ね、イカちゃんさんって芸人さんいます。あ、概要欄貼っときますんで、そちらから見ていただき、あ、この方ねってこうなんかこうなんでコップのやつでなんか、褒めるっていうネタをねやってらっしゃる。方でございます。あ、ちょっと今わかんない。お、ここ字が上手。あれ、これご本人なのかな。ほら、結構上手ね。今回締め縄プレゼント企画。ボールペンで書いてないこれ。ね、応募ありがとうございます。ほら、ご丁寧にお手紙が入ってます。今後ともイカちゃんの応援をよろしくお願いいたします。あ。チャンネル登録しておきます。ありがとうございます。ということで、何が届いたかと言いますと、こちらお忙しいんでしょうね。お、あららら、かわいい、かわいい手作りだそうです。だー、しめ縄。ね、しめ縄が届きました。ありがとうございます。あ、ひじきちチェックしとけばって。今日1月の十何日かです。ちょっと忘れちゃった。ちょっと動画には入れときましょうか。ね。ありがとうございます。ただね、届いたのは昨日、一昨日ぐらいなんですよね。ちょっとあの、忙しくてちょっと動画撮れなくて。ね。ありがたいですね。ほら、ちょうどなんか丁寧にね。こういうのってなんかできるんだね。手作りでこう、この、何、藁を編んで、作るという。縁起物ですからね、こういうのね。お花とかも上手にできてるし、ね、素晴らしいですね。これ、どっか飾っときたいですね。これ、あれだな。こういうの飾りたいんですけど、こうやって置いといたりしたら、すいません、これいくらですかって言われたら、ね、お店で これは非売品ですって置いとくのどうなんかなって、俺は思っちゃうから、ね、非売品で置いとくのこんな、なっちゃうから、ちょっとね、飾りたいと思いましたからね、ちゃんとね。ただ、せっかくいただいたんでね、あんまり埃かぶっちゃうといけないかな。なんか袋かなんかに入れて飾っときましょうか、せっかくのね。記念ですから。ね。なんつったら芸能人からもらったよ。ね。ちゃんと字もね、書いてあるしね。羨ましい。あ、この辺は多分作ってる感じとかは、あの、動画を見ていただけると。で、俺じゃない方、イカちゃんさんの方のやつをね。はい。ということで、これどっか飾りますね。飾ろう、飾ろう。ね。で、あの、このお店に来たお客さんは、あの動画で見たやつあらっていうね、わかるようにしとく。てか、いつまで飾ってんのって言われちゃうかもしれないけど。ただそういう意味じゃないって、もう見たらね、知ってる人は知ってるっていうね、感じになったらいいかな。ね。ということでね、こういうのって、まあ、いっか、ね、あんまり長い間、ほら、なんかほら、ひな人形的な感じ？あの、あんまり早くしまわないとなんかあんまりあれだよみたいな、ちょっとよくわかんないけど。ねえ。ああ、でもね、せっかくで記念でいただきましたから、これは飾っておきましょう。ね、ちょっと場所がね、決まったらちょっとそれもね、撮りたいと思います。ね。そしたらね、お客さんで来た人がね、見れるから、あれ、イカちゃんさん手作るやつ、みたいなね。これはいいじゃないですか、なかなかね。素晴らしいですね。ありがたいですね。こんな上手作られてる。これはね。はい。ということで、ね。思い出の品が一個できましたので、ね。継承の思い出です。あ、まあ全部思い出なんですけどね。はい。ということで、ありがとうございます。ね。テレビで見かけるバラエティ番組とかでね、
見かける芸人さんですけれども、ね、YouTube もやってらっしゃいますので、まあまあ、俺が言える立場じゃないんですけども、ね、あちゃんの方がもうね、有名な方なので、ね、ということで、そちらの、もうね、チェックしていただけると、楽しい動画がね、たくさん上がってますから、よろしくお願いしまーす。ということで、ありがとうございました。飾りまーす。これから飾りまーす。はい、というわけで、こちらね、いろいろちょっと貼っちゃってますけど、こちらに貼っときました。後ろにね、ちょっとね、せっかくなんでね、いただいたお手紙も入れときましたので、もしね、このお店にお越しの際にはちょっと見ていただけるとね、いいかななんて思いますね。はい、ということで、ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。